神学が教えた善玉悪玉の考えが広まり、踊りにも取り入れられた。葛飾北斎、養読稽古に描かれた悪玉踊り。赤門神学は、日本の江戸時代中期の思想家、石田梅岩を解祖とする倫理学の一派で、平民のための平易で、実践的な道徳教のことである。単に、神学ともいう。様々な宗教を、思想の真理を材料にして、 身近な例を使って分かりやすく、ただたか審議を説いた。当初は都市部を中心に広まり、江戸時代後期にかけて農村部や武士を含めて全国的に普及した。明治期に衰退したが、現代でも企業道徳の一環として学ばれている。石田梅岩門下の手島都安が大成したことから、当初手島学部と呼ばれていたが、松平定信が手島の弟子。 中沢道二の童話を心の学びといったことから神学と呼ばれるようになった。しかし、陽明学でも神学という用語を使うことから混同を避けるために赤門神学と呼ばれたが、いつしか略されて神学が一般的故障になった。バイガンの思想の要定は心を尽くして性を知る、すなわち人間を真の人間たらしめる性を あるがままの姿において把握し、あるべきようの行動規範を求めようとする点にある。この点において、武士も庶民も異なるところはなく、首脳交渉の身分は人間価値による差別ではなく、職分や職域の相違に過ぎないとする。進学普及の歴史は以下の五期に区分できる。創始時代から1763年、石田バイガンが自宅を講義場として活躍し、 進学思想の原点とも言うべき、都比問答などを観光した。また、斉藤全門、杉浦止生、富岡一家、ジオンに検案し、手島都安らを要請し、後の進学流行の基礎を固めた。交流時代前期から1786年、手島都安の活動が中心となり、進学者の設立普及を図った。町民だけでなく、農民、職人、 武家に、不況の道を開き、女性や子供向けの教家方法や教訓書が生まれた。交流時代後期から1803年京都では、手島和安、上川紀水が名輪者の車種となり、江戸では中沢道二が三千社を起こし、活動範囲を広げた。幕府や諸藩が、両民教家政策を進めた時期に重なったため、大名や旗本など上流階級に支持が広がり、 神学教系運動の黄金時代となった。強制分裂時代から1829年、朱子学に基づいた神学を求めた奇水と、神道に基づいた神学を求めた大島有林の間で対立が深まった。衰退時代から1867年、二宮尊徳の法徳教、大原有学の整理教といった、経済活動の改革構想を伴う、 社会教家運動、富士校、黒住教、根高教、天理教などの活発な動きに押されて、進学は衰退する。京都の柴田九王の活動や広島進学の勃興も進学復権には及ばなかった。現在校舎の流れを汲む進学名声者が明治以降も大阪市を中心に活動しているほか、現代企業の経営者との共通点を見出したり、 企業の社会的責任といった現代のビジネス倫理の先駆と捉えた解説、研究所が刊行されている。ありがとうございます。